どうも、くつろぎです。今回は前回に引き続いて、厳島神社の続きをやっていきたいと思います。今回で第2回目になります。全体で5回構成にしようと考えております。前回忘れていましたので、申し訳ございませんというところで。で、前回は4軒、小さい建物を作ったんですが、今回は、その本殿に当たる土台というか、橋みたいになってるんですね。水に少し浮いてるんですね、厳島神社って。だからその浮いてる感じの桟橋みたいな感じの土台を仕上げていきたいと思います。まあなので基本的にはハーフブロックを使って延々とまあ床を作っていくような感じの階になります。で高さは違うんですが設計図のそのラインと長さは一緒ですので下のその設計図と見比べながら作るっていうのを意識してもらえると多少見やすくなるかなと思います。まあそういったところもありますが今回も建築やっていきたいと思います。建築ごゆっくりどうぞ。